はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマサガ3リマスター版続きをやっていきたいと思います。アビスゲート4つ閉じましたので、これから東へ向かうことになるんですけれども、ちょっと準備をしてから東へ向かいたいと思います。ドラゴンルーラーよ、貴様を残して東へ行くわけにはいかん。ウィルガードをゲットしてお前を倒す。まあいつもの通り、勝利のターンからの、どうしようか。 JP じゃなくて技ポイント的にはナイアガラバスターが強いんだけどな。ペルソナから使っていくか。でミカエルはサザンクロス、ゾウさんはスターバーストで出生権を覚醒させる。雪だるまはプラズマショットでいいや。勝利の歌ってね、使うと戦闘から逃げられなくなるんだけど、そもそもこの戦闘逃げらんねえしっていう。ちょっとダメージ量見ていこう。ペルソナで1200、サザンクロス猛毒ガスガーこんな強えのちょっと待て、これはかなりやばい。ちょっと待って、喝殺やってミカエルはパワーヒール、アタッカーの妖精でしょ。ゾウさんはない、なんもない、傷薬持たせてねえや。雪だるまは高級傷薬と一応水の術があるんだけど、これ高級傷薬の方がいいよね。ちょっと待って、ミカエルは妖精じゃなくてロブスターで分身剣で、雪だるまの高級傷薬で妖精を生き返らせよう。喝殺させほう、貴様の体内から破壊する。弱っダメだ、こいつ体内まで通ってないな。雪だるま200も食らうのか。分身剣もう一発打ってほしいよな。1200、終わった。あ、ミカエル生きてる。ちょっと待って、妖精がそもそも生き返ってないから、パワーヒール、ちょっと雪だるまもう一回分身剣。持てん、ナイアガラバスターでは持てない。起きろ雪だるま、角よし、ナイスカード。1200か、いた。これでどうする、結局何がいいの。ペルソナが一番いいのか。あ、待って、ナイアガラ一回当てよう。絶対効かないとかっていうのはないよね多分。疾風剣がいくらかで、高級傷薬、ナイアガラバスターいけ、いった。1600強い、これはやっぱナイアガラ。でもナイアガラはさ、これ死んだな。ミスる恐れがあると。いで、見返る。ちょっとゾウさんがそろそろやばい。ウソウさんこいつは攻撃で、ナイアガラも強い。え、疾風剣インフェクスだって見てなかったわ。でひたすら回復だな、と生命の水。無双さんだ、一回も攻撃してないじゃん。そもそも早々に妖精死んだからな。あ、強いね、やっぱり強いわ。ナイアガラバスターミスが多い。これ確実に一人死ぬからな。雪だるま949とか1100か。ゲッ、猛毒ガス、これ終わったんじゃないか。終わった、まだ勝てないかこいつには。仕事ヒドラレザー完成。よし、また作ろう。住民は不幸だけど、住民のことは気にしてられん。竜林の盾開発する。竜林の盾完成。
相変わらずの不幸だな。だが俺は防具を開発し続ける。そして竜鱗の鎧、こいつを開発しよう。我が死を、我にドラゴンルーラーをほふる力を、究極の奥義を伝授いただきたい。竜神烈火剣、これが究極の奥義だ。4000とかガチで強えんだけど、これがあればドラゴンルーラーをほふれる。ファイナルレターとか覚えたかったけどね。贅沢は言えん。師匠、この技を持って奴を倒してまいります。竜鱗の鎧完成。これでもう多分作るものないよね。一応見てみよう。防具開発、フォートスーツか、まだあったか。いらないけど一応開発はしておきますか。金もあるし。じゃあちょっと竜鱗の鎧を取ってきましょう。これで装備は完璧になるはずだ。倉庫に送り込まれるとね、なんか知んないけど2つあるからね、それがいかれてるよな。竜鱗の鎧2個回収。魔王系はちょっと今回は使わないでおきます。てか装備させるやつがいない。魔王の斧をね使うんだったらちょっと魔王系で固めてもいいんだけど。でまあミカエルがなんか知んないけどスーツ装備してるから竜鱗の鎧でしょ。ゾウさんは星屑のローブだったのか。何がいいかな。竜鱗の鎧、まあ竜鱗そのものがまだあるから作れるんだけど、ヒドラレザー、何これは毒を防ぐ。まさにドラゴンルーラー戦にあるようなものじゃないか。作ってよかった。2つあるしね。じゃあヒドラレザーは妖精に装備させよう。ちょっと妖精やっぱり耐久力が低いんで毒で、ボストンはそもそもロブスターメール着てるからダメでしょ。で雪だるまもヒドラレザーにしておきますか。でゾウさんはじゃあ竜鱗の鎧てか、じゃあもういらなくね。あ、そっか、ヒドラレザーを竜鱗の鎧に変えればいいのか。であと強化道具も作っておきたいんで、てか強化道具もなんかあれな、妖精とかさゾウさんとかシャツ着てるから変えらんねえし、まあ、こんなもんとりあえず大丈夫か。これでいきましょう。再びドラゴンルーラー戦へ。ドラゴンルーラーよ、まさか3度も相まみえるとは思っていなかった。だがこれで最後だ。完全に貴様をほふる。勝利の歌、貴様をほふるために覚えてきたこの竜神烈火剣。15も使うの、なんか4発5発くらいしか打てないな。七星剣はスターバーストで覚醒させておこう。雪だるま、え、どうしようか。あれがない、水のやつがねえや。ウォーターポールってなかったっけ、覚えさせてなかったっけ。よりによって一番重要なのがないな。プラズマショット、これでまず底上げをする。サザンクロスの方が早かったな。軽くちょっとだけ上がってんね。少し戦闘をこなしてきたから。くらえ竜神烈火剣3700、踏みつけ。ちょっと待って、危ねえ。ミカエルか、あ、生きてる。ハングクラッシュも強いんだよね。あ、強くなかった。ミスとか覚醒しろ。失礼剣スターバースト、あ、それでも1000は当たってくれんのか。よし、こっから無双三段竜神烈火剣、短期決戦だ、短期決戦。もで分身剣のちょっと雪だるまは回復に入ろう。ミカエルか、まあ妖精かって言ったら、もう妖精もう一旦ちょっと耐えしのいでもらおう。無双三段、あ、いいね、2000超えてるか。おら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 3600。いや、なんでこんなに桁が違うの。一人だけ段違いだよ。うわ、ゾウさん生きてる。ヒットポイントの多さには定評があるからね。
いくつ回復するんだ生命の水って。186、微妙すぎる。分身剣はげっ、すげえ、なんでこのクラスここで来るか。うわー、妖精結局すげえ食らってんだけど待って、一気に壊滅状態になったな。で、絶対竜神劣化剣は打つ。で、高級傷薬だな。もう高級傷薬で妖精とゾウさん、ゾウさんのマジ分身剣異常な強さなんだけど、いつの間にこんなに強くなったんだ。2500、あれなんだ、あ、今あれか、陣形が崩れてんのか、死んでるから。うわ、突進はやばい、やられた。しかしゾウさんを蘇らせた。うわ、ミカエルもやられた。これもうゴリ押すしかない。強いドラゴンルーラー。いや待って、やっぱり雪だるま回復に走ろう。あれ、これって死ぬとさ、出世権今どうだった？スターバーストのまんまだよね。スターストリーム、痛い、後ろ。とりあえずロブスターは蘇らしたけど、猛毒ガス400超えんのか、死んだ、マジか。なんだこいつ、強すぎるんだけど。ドラゴンルーラー、まさかの4度目。今回はさらなる飛扇を身につけ舞い戻ってきました。今回はそれをお見せいたしましょう。あ、勝利の歌は一緒で、竜神劣化剣も一緒で、サザンクロスも一緒。ゾウさん、ゾウさんの究極の飛扇、竜神降臨。竜神をその身に宿らせ恩恵を受ける。さあ、竜神の恩恵を受けましょう。で、雪だるまはまあ普通でいいや。これでもう負けることはない。サザンクロス1300くらいだっけ、1400、ちょっとずつ強くなってんの。許さん、こいつはもう3800とか。猛毒ガスいきなり使ってきたな。け、あぶね。我が体に竜神よ、降臨せよ。勝った。一応まあ回復はみんなさせておきます。げ、毒も1減るの LP やるな、さすがドラゴンルーラー。それは予想していなかった。まあ、とはいえやっぱり回復はねしていきたいんで、まあ、パワーヒールでこいつで一回さすがにスターバーストを使っておきたいんで。で、例によって雪だるまはもう回復役だな。もうこれで負けることはないでしょ、さすがに。この竜神劣化剣と竜神氷、もう竜神よ、この世界は竜神が支配する。竜神を支配した者が勝つ。死んだ、帰還。これが竜神降臨の力。覚醒せよ、七星剣。竜神の力にさらに七星剣。無駄だ、超 LP の減りが半端ねえな。いや半端ないけど、まだ32あるからね、全然大丈夫。スターストリームじゃなくて分身剣で、高級傷薬じゃなくていいな、とっとこう。高級傷薬は生命の水で普通に自分を回復させる。いやー、タイガーブレイクもちょっと覚えたいな。竜神劣化剣減りが異常だからな。踏みつけ、ゾウさんには来なかったか。ユフィダルムが死んでしまった。これスペキュレーション解けるかな。テラーボイスなんて使ってくんの。ちょっとピヨってんだけど大丈夫か。すげえ、マジで竜神の力半端ないな。あ、蘇らせよ、やっぱり高級傷薬で。でもこれもう分身剣打ってりゃ勝てるからね。あとはこいつを蹂躙する。雑魚が、俺は今ドラゴンルーラーを超えた。めっちゃ上がるんだけど。
いや、いいね。めっちゃ上がってんだけど。やっぱ強いんだな、ドラゴンルーラー。そのドラゴンルーラーを超えた。よし。師匠から教わった龍神烈火剣でドラゴンルーラーを超え、そして今死を超える。全力でいきましょう。勝利のターン。龍神烈火剣サザンクロス、ゾウさん、龍神降臨、雪だるま。雪だるま、マジでなんか火力のある技が欲しいな。やっぱりミリオンダラだよね、弓は。5000。あ、これ死ぬな。これ死んじゃうんだよね。ちょっと早々に妖精よみがえらせよう。耐久力的にはこいつの方が少ないね。なんかダメージ量が高い。龍神降臨。このゲーム龍神ゲーだから。ダガー城とか733。やべ、やばいけどもう絶対倒せる。龍神さえ使ってればなんとかなるゲームだから。あー、どうしようかな。ちょっと普通の分身剣試してみよう。これでだいぶダメージ与えてるからね。期間龍神だからな。ヘロモン見切った。一応見切った。2000当たってくれればそのまま強行しよう。1600か、どうだろうな。一応バースト使っておくか。回復などいらん。なぜなら龍神があるから。あち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 、やべえ。問題は妖精の LP が尽きる前に倒さなきゃいけないっていうことなんだよね。ゾウさんの LP は大丈夫だけど、多分妖精が一番 LP 少ないはずだからと思ったら倒した。余裕だ。龍神さえあれば。てか蒼龍の術のレベルアップしてもさ、龍神降臨意味なくね。別に1でもいい気がするんだけど。俺は今死を超えた。これここで帰ろう。それでは東の玄城ですね、バイメイニアンのところに来ております。東にアビスゲートがあるはずです。場所を教えてください。せめて手がかりだけでも。いきなりどうした。落ち着いて説明しなさい。それがそうかい。それでゼルナム族を倒してもアビスの容器が消えなかったわけだ。ならばアビスゲートの場所はわかる。帝の住む、いや草尾顔の住む公共城じゃ。あやつアビスの力の虜になったのじゃろう。欲の深いやつじゃから。その場所を教えてください。慌てるな。公共の警戒は厳しい。ヤン将軍と相談しよう。しかし本当に公共城にアビスゲートが。何を今さら。そこがお前の甘さじゃん。アビスの力の本当の恐ろしさが分かっておらん。サオガオの心などすぐにアビス色に染まってしまうわ。公共城には大将軍もいらっしゃいます。あの方がそのようなことを許すはずがありません。ヤンファン様、大将軍が捕らわれました。サオガオの陰謀です。これを大将軍の書状です。ユーチュンは何と言ってきた。城内にアビスゲートあり、サオゴの野望を立て、大将軍ヤン・ユーチュン、あのこりゃ、この栄将軍ヤン・ファン殿、私が打倒サオガオを旗印に兵を挙げ、公共城の兵を城外へおびき出そう。その間にお前たちが城へ突入するのだ。シンプルな作戦だが確実だ。ただし城内にはザオガオの手下がことにアビスゲートのモンスターが残っていたろう。もう行こう、早速準備よし。では作戦開始。え、ちょっと待って、外に出りゃいいんだ。話をする。はい、帝の間にあるらしいですね。ん、これどこだ。ちょっと待って、どこの部屋。あ、宝箱ある。取ってない。高級傷薬、最高の傷薬が欲しいんだよね。どっちかっていうとこっちか。
で外に出ればいいのかな。あ、こっちか、皇居。そのまま突破していきましょう。現状の兵による陽動作戦が始まった。これ特に何も変わってないよね、別に意味ないっていう。攻撃の破陣、ヤンファン2500、ヤンユーチュン4000。突撃する、行け、攻めろ。何持ってる？情報操作レベル1、敵の命令を一定時間前進攻撃にします。あ、なるほどね。いや、騎馬兵が突破されてんな。押されてる、別にいいんだけどさ。あ、回復した、なんか知らんが。前列交代、これ厄介だよね、後列のモラルになるから。なんか、いや、こっちも前列交代あるんだ。もう前列も後列もないけど、今この現状だと1時間。あ、下が突破されてる、やられてるぞこれ。やられた、陽動作戦は失敗した、作戦終了。いや、無駄だから。結局こっから始まるから。ドラゴンルーラー、もう貴様など雑魚だ、竜神劣化剣。しかも竜神降臨使う、一応。いや、必要ない。竜神の力は必要ない、こいつごときに。こっちの竜神の力を使えば問題はない。4700とか、アホみたいに強いな。このドラゴンルーラーの方が弱いか、1800。まあ、火炎は厄介だけど、みんな耐性は結構あるから、竜鱗の鎧装備してる人たちは強い。いや、人じゃないけど、正確には。999の回復は厄介だね。竜神劣化剣、分身剣で、生命の水で玄武にならないかな。いや、無双三段でも3000超えんのか。これ2ターンくらいで片付きそうじゃん。いや、さすがにそこまで甘くはなかったか。ゲッ、2回くらった、死んだ。ちょっとゴリ押ししすぎてんな。生命の水、よみがえれ妖精よ。218か。やっぱりこの999の回復がちょっと厄介だね。2人回復に入ると2人しか攻撃ができないからな。ボストンを蘇らせよう。ただこの無双サンダーもだいぶ火力出るからね。倒した、よし、レベルアップ、いいね、めちゃレベル上がる。玄武術では奥へ進んでいきましょう。これこのままひたすら奥でいいんだっけ。固定モンスターしかいなかったような気がするけど、そうだよね。こういう雑魚は例によっていつもの一層パターンでいこう。だから七星剣の剣レベルをもうちょっと、分身剣今4人じゃないですか、多分見た感じ。それをもう一人増やしたいんだよね、分身を。え、パーリーとかいらん。ゲ、なんでやばゲ、パーリー使ったらそりゃ攻撃しないんだ。マジでいらないパーリー。
あれ、あいついるんだけど、仕方されてる。よし、高級傷薬一応手に入れた。宝箱回収していきましょう。生命の杖、やった。結界石、悪くはない。最後はね、回復できるからね。タダで使える宿屋的なものがあるんで、結界石がちょっと余りすぎてるな。もうちょっと使っていってもよかったね。あ、なんか武者の鎧怪しいんだけど。ここは勝利の歌とかは使わないで大丈夫でしょう。スターバーストも発動させないでそのまま押し切る。やはり竜神劣化剣だな。ちょっと技ポイントの消耗の多さに目をつぶれば、やはり火力は段違い。サザンクロス安定、これ4人だよね。これをもう1人増やしたい。そのためには剣のレベルを上げなくてはいけない。ワンターンキル。次、いや、なんか雑魚っぽいな。てかボストンの技ポイントの減りが尋常じゃないんだけど。弓さ、境界弓できてるけど、これで良かったのかな。妖精の弓よりは火力は高いからね。ゲッ、またどうぞ。強い。カウンター技確かに強いけどね。妖精がピンチだ。だがここは押し切る。問題ない。よし、マタドール取得。早々に封印しよう。ゾウのパーリーも封印しよう。オッケー。次、骸骨か。先手さえ取れれば倒せる。一応ファイアクラッカー使っとこう。こいつらの烈風剣がね、きたー、厄介なんだよね。妖精がさ飛んでるから突攻で500も食らうから早えな。しかしこの錬金剣で全員一掃にならなかった。効かんよ。竜鱗の盾を舐めてはいけない。今日はあれ、こいつだけなんか強いとかある？そんなことないか。たまたま乱数のダメージが少なかったのかな。そのままどんどん奥へ行きましょう。これ下も行けるね。え、何にもない。あー、カマキリくん、ちょっと待って。竜神劣化剣あと1回しか使えないんだけど。まあいいや、本気で行こう。1ターンで倒すくらいの気構えで。まあ、言うても雑魚敵は雑魚敵だからね。エアスラッシュ、魔法弱。もうちょっと魔法なんとかしてほしかったよね。どうしようかな。結界石マジでいっぱいあるからね。11個使っちゃおう。個別に回復するのがめんどくさい。鬼2人か。2人だったらちょっと1ターン目は敵全体の攻撃を駆使してちょっと一掃できるから。上の鬼の方が多分強いよね。ヘビ剣とファイアクラッカーってどっちが強いんだ。下は倒したか。弱っ。いや弱っ。でも倒した。微妙に残ってたのか。あ、宝箱、武人の鎧、これ結構強かった気がするんだけど。カムイのブーツ、
どうしようかな。みんなね、装備はもう竜輪とかコートスーツとか持ってるんだよね。ジャガのマスク、凝集を防ぐ。パワーグラブはだって腕力でしょ。銀の手、西洋の兜、ガードリング、カムイのブーツ、これ一緒か。左と右は川らないね。ヘドロを倒そう。いけ。二王のなんか二王三人衆みたいなのが出てきた。後ろのいけ。ライフスティール、百式観音が地震だ。なんでさあ、妖精さすがに食らわない。揺れてるから食らってるかなって思ったらそんなことなかったわ。後ろの二人の全体攻撃は弱えな。あれ、なんで炎に包まれてんだ。ウィンドダーブ、いや何発撃ってんだよ。あ、そこそこ食らう。これで終わりにしたい。よし、さて宝を回収。デュエルマスター、光竜の鎧。あ、ちょっとなんかいろんなものが手に入ってきたぞ。光竜の鎧25-25、気絶を防ぐ77、武人の鎧35-8。これバランスがいいね。光竜の鎧、いやでも竜輪の鎧でいいでしょう。耐性が違うからね。耐性が、さて上に上がっていって、このドラゴンみたいなやつも倒して、残像剣がやっぱりなちょっと弱いよな。2回攻撃か。ハング171、いけ。こいつも猛毒ガスか。ちょっと猛毒ガストラウマだからな。死闘を繰り広げたからね、ドラゴンルーラーと。要はそれの出来損ないか。こいつらが成長したらいずれドラゴンルーラーになるのかな。ドラゴンゾンビ、てかゾンビってことはもう死んでるってことじゃん。ドラゴンルーラーになる前に死んでしまったのか。あれだけのドラゴンルーラーに育つのはほんの一握り。これ一回ちょっとなんかセーブしとこう。まだ大丈夫か。まだいけるね。え、外がある。あ、左にそのまま行けねえ。一回外回って入って犬を倒す。ケルベロス、大車輪連機でいいでしょう。ちょっとここは一体ずつ行こう。前3人でかなりのダメージは通るはずだから。というか2人で倒した。弓レベルアップ。で、なんか今左上にちょびっと見えなかった。外に出てみよう一回。何にもない。ち、一応こいつがいたところ。こいつこんなところで一人でいたのか。暇じゃないのかな。いや、もう一回結界石使っちゃおう。でセーブをして、ジャンプ。逃がしはしないぞ。もう少しでアビスの力が我が物となるのだ。邪魔者どもへ消え失せろ。これ何竜？アビスナーガ。そんな名前だったな。そ
そのまま火力で押し切る。スターバースター使っておこう。え、この次ってなんかボスいたっけ。こいつでそのままアビス突入だっけ。竜神劣化剣がやっぱり厄介だからね。技ポイントが速攻でなくなってく。ライフスティール、妖精はちょっと LP 少ないんだから勘弁してよ。覚醒せよ聖剣。どうしよう、ミカエルが動けないからな。いや、竜神劣化剣もう一回使おう。で、神秘の水使うか。初めて使うな神秘の水。まあ、麻痺はねちょっと厄介なんで、直せるときに直しておきましょう。さらに毒になってるし。ライフスティール、期間、オッケー。分身剣がだいぶ火力高くなったね。そのままアビスへ突入か。行こう。少年がアビスゲート広げてんの？で、人間が通れるようにしたのかな？アビス。生の力が世界の側から流れ込んでくる。で、回復ができますと。というところで、じゃあ今回はこれで終了して、次回も四魔貴族全員倒して破壊するものも倒せるかな、尺的に。まあ、一応そんな、感じでやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。